下を開けるっていうのもいい狙いね、アリス。単にサイズが合わなくて閉まらないんです。ハレンチな女ども、私を見習うことだ。私が捕食されたら何が取り出されるんだろう。予測不可能です、ピオルン。いや、仲間は捕食しませんから。捕食能力か。第17精鋭部隊に入ってくれないか、アリサ。いや、その能力は第ゼロ特殊部隊向きだ。いえ、私は独立支援部隊クレイドルの仕事があるので。捕食で敵の能力を奪ったりはできないのか。荒神バレットは入手できますけど。敵の能力を完全に手に入れられれば完璧だね。ハセオはショートにバスターにバリアントサイズ、いろいろ使えるんですね。もうハンマーとかスピアとかも使えばいいんじゃない。めんどくせえよ、好き勝手言いやがって。クリスさん、私の人気を見てますけど何か。いや、ジェネシスに捕食能力を加えられないかと思ってな。使ってみたい気もするけど見た目は悪そうね。アリサさんの服素敵です、憧れちゃいます。すまない、アリサ。ルキナは少し服の趣味が。ちょっと待ってください、私の服普通ですから。シエルさん、ナナさん、ゴッドイーターの力見せましょう。ブラッドとクレイドルの共同戦線ですね。ブースト転換、張り切っていってみよう。目標を撃破、ミッションクリアしました。リンドウさんやソーマと同じくらい頼りになりますね。そりゃ先輩たちに負けてられないし。おでんパン食べます。さあ二人とも、刑事の仕事を見せてあげるわね。警察は警察なりの仕事をしていただければいいと思います。そういうことを言うのはよくありません。急に大人になっちゃって私ドン引きなんだけど。あれから3年しか経ってないのに聞かれても。綺麗になったって嫉妬してるのよ、シャオユーは。人は戦いの場に2つのものを持っていけるか。それじゃ足りませんよ、グレネードに回復錠にトラップに。それが分かったとき、お主はまた一つ強くなる。アリサ君、制服はそのちゃんと着た方がいいよ。これでもちゃんとしてるつもりなんですけど。じゃあエリカもこっちを制服にします。そないな服にでかい獲物、未来で流行っとるんか。流行っているというか、これが普通というか。ハルカもいつかはこうなるんだろうか。その人気って人の下心だけ捕食できたりします。いえ、フォアの適質くらいしかできませんけど。さくらさん、何を食べさせようとしてるの。勝手に援護するのは構わんが、俺の足を引っ張るな。もうとにかく生き延びろくらい言ってください。口下手な兄貴なんだ、勘弁してやってくれよ、アリサ。まだ足りん、力を、もっと力を。リンクバーストした方が良かったでしょうか。そういうことじゃないと思うぜ、発作みたいなもんさ。やっぱり我がデートクラブ最強のコンパニオン、アリサちゃん。あえてまた言いますけど、ドン引きです。3年経ってもその格好じゃ言い訳できないんじゃね。アリサちゃんは昔からニーズというものを理解している。いつもこの格好ですから、自然体です。ゴッドイーターの自然体は俺たちとは違うってことだろ。先人老派に捕食能力とかつけられねえかな。そんなことができるなら獅子閃光にだって。できちゃったらゴッドイーターの立場がないんですけど。その格好で腹筋割れてたら生かすぜ、アリサ。ああ、少し鍛えればすぐだ、修行なら付き合うぞ。そうでしょうか、腹筋。アリサ、きちんと前は締める。恥じらいも知らぬ小娘が。常に裸の人たちに言われたくないんですけど。仕掛ける、隙を見て食いちぎる。了解です、チャンスがあれば捕食します。その武器もまた悪敵か。この戦いが済んだら焼肉パーティーでもしないかの。そういうことを戦いの前に言うと良くないことが起きるような。それで無事に帰還するという遊びらしい。やらせておけ、俺たちの時代の技術では人気の再現は難しいか。アリサの服だけ再現して何か企むしかないの。久々に言いますけど、ドン引きです。